昨日午後鹿児島市で下校中の児童が切断された小動物の死骸を見つけていたことが分かりました。学校では今日は集団下校を行い警察にも相談しているということです。鹿児島市によりますと、昨日午後3時ごろ鹿児島市内の小学校の通学路で児童が下校中に小動物の死骸を見つけたと学校から市に連絡がありました。小動物は 頭と前足が切断されていて解剖されたような状態だったということです鹿児島市によりますと学校は保護者に注意するよう連絡していて今日は集団下校を行い警察にも相談しているということです警察は動物愛護法違反の疑いも視野に捜査をするとともに峠校中のパトロールを行うことにしています